こんにちは。2023年1月スタートのテレビアニメもう一本で園田道役を演じます声優の伊藤彩紗です。今回はもう一本のアニメスタートを記念して、なんと全十連 TV さんとのコラボ、金メダリストの方との対談をお送りしますよ。どんなトークが飛び出すのかどうぞお楽しみに。グランドスラム東京の場内解説にゲスト出演、もう一本の声優さんと阿部詩選手のスペシャル対談、さあ始まりました。今回は私伊藤彩紗がなんと全十連 TV さんにお邪魔して、素敵なあの方と対談させていただきます。ということで早速ご紹介しましょう。阿部詩選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もよろしくお願いします。早速なんですけど、阿部選手は普段アニメとか漫画とかってお読みになったり見られたりってしますか？そうですね、海外に試合に行く時だったりっていうのは結構時間があるので、はい、よく見たりします。そうなんですね、はい、嬉しい。じゃあもう一本もぜひよろしくお願いします、はい、ということで、今回も阿部選手と楽しくおしゃべりをしていけたらなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。さて今回の対談ではですね、いくつかトークテーマが用意されているので、そちらについてトークをしていきます。まずはこちら、教えてテレビアニメもう一本ということで、まずは私からテレビアニメもう一本について簡単にですが説明させていただきます。もう一本は週刊少年チャンピオンにて大人気連載中の可愛くて熱い柔道ガールズダイアリーです。はい、もうアニメ放送も近づいてまいりましたが、どうですか、柔道のアニメということで結構珍しいかなというか、最近はね。そうですね、柔道のアニメをあまり見たことがないので、どんな風になっているんだろうとか、そうですよね、すごく楽しみです。ですよね、試合のシーンとかどうなっているのか、私もまだオンエアというか完成したものは見ていないので、私自身とっても楽しみですし、アフレコの方は実はもう終了しているんですよ。13話、すごい早い。そうなんです、ちょっと早めで。そうなんです、終了しておりまして、もうすごく毎回その試合がある回もない回もあるんですけども、毎回試合を終えたかのような、なんかこう体の疲れみたいなのがあって、なんかもうぐっすり、アフレコ終わった日はめっちゃぐっすり眠れるみたいな。すごい、でも多分一緒に柔道している感覚に。そうなんですよ、一緒に道と一緒にもう体も実際ちょっと動かしちゃったりとかしながらやっていたので、はい、もう本当に楽しみにしております。ぜひ阿部選手も皆さんも楽しみにしていてください。では次のテーマはこちらです。柔道のここが大変。はい、というわけで、もう大変なことといえば、道が結構お作中の中でも歓迎後が大変だとか、朝早いとか、あと例えば日焼けした後の道着が擦れて痛いとか、結構そういったことを言っているのがすごく印象的で、はい、阿部選手はここがちょっと大変だなっていうところとかってありますか？そうですね、だいたい道と同じで、まあ、朝が早いだったり歓迎後の場合はすごく寒いので。やっぱそうなんですね、はい、足の裏に針を刺されているような感覚になって、確かに裸足ですもんね。そうなんですよ、柔道は裸足でやるので。そっか、なんか寒い日はちょっと靴下履いていいよとかないんですか？いや、ないですねないですね。そうですね、なのですごく冬の練習は結構そうですよね、きついかなと思います。なんかヒートテック着ちゃおうとかはできないんですか？あ、でも長いそのちゃんと動けるようなものは着たりできるんですけど。なんか着込みは自由なんですね。自由な、そうですね、でもこの古道館という場所ではダメなので、はい、やっぱ神聖なる場所ですもんね、はい、いやすごい、もうすごい場所で対談させていただいてるんですよそうなんだ、寒いのは結構きついです。体とかなんかこう打ったりとか、なんか痛いなとかはあるんですか？実際に投げられた後とかってめっちゃ痛くないですか？投げられること自体はあまりもう痛くないので、初めはやっぱり始めた頃はそれが恐怖で、でもしっかり受け身を練習するので。やっぱそっか、最初はなんか受け身の練習をたくさんするって言いますよね、はい、受け身を
1、2ヶ月した後に柔道の技を習ったりだとか、なのでそうですね、大丈夫です。確かにもう一本でもそういったシーン描かれても最初はやっぱ受け身ばっかりやって早く技やりたいみたいなシーンとかもありました。はい、初めてやった技とかって覚えてたりしますか？大外刈りですね。わかりますか？わかります。あ、すごい。大外刈りって言ってました。はい、こっちの。え、いいんですか？私と。はい、全然。やったー。よければ。え、いいですか？多分、はい、大外刈りはこうかけます。おお、これが大外刈りです。これを初めに習いました。キャー、結構簡単で。そう、 あ、そうなんですね。一回やりますか？ぜひ。え、いいんですか？はい、右組ですか？右。ちょっと待って、本当にマジで今日ファースト柔道です。そうですね、はい、お箸は、お箸右手です。あ、じゃあ右で、はい、こっちを持っていただいて、はい、お、硬い。で、足をかけます。ここ、あ、そうです、それだけです。はい、でこれを引くってことですか？はい、こっちを引いて。ありがとうございます。ありがとうございます。で、それが大外刈りで。すごい、ありがとうございます。あ、初の技、私もじゃあ初めての技一緒ですね。はい、大外刈りだ、はい、言っていきます。阿部選手に教えてもらった大外刈りってこれから一生言ってきます。はい、嬉しい。やった。次のテーマはこちらです。柔道あるあるとあるある聞きたい、柔道あるある聞きたいです。はい、ぜひ。柔道って足払いっていうのがあって、その練習に入る前のウォーミングアップで取り入れたりするんですけど、それをその信号を待っている時だとか、自分が止まっている時についその動作をしちゃうっていうのが、はい、あるあるではないんですけど、どうかわからないんですけど、こうやってまあ信号を待ってたら、はい、まあ、大体こういう感じか、こういう感じでずっとこうやってこう動いてるんですけど、それ無意識なので、こうやって、あ、すごい、もう柔道あるあるですね。それそうなんですよ。あ、でも分かります。信号待ちとか、私も道とか歩いてる時に声優あるあるになっちゃうんですけど、あのアフレコに、それこそもう一本のアフレコに向かってる最中とか、周りに、あ、人いないなって思うと、あ、ちょっとここのセリフのニュアンスでちょっと迷ってる時とかに、はい、なんか大外刈りさみたいな、なんかでも、あ、そうなんですか。やったりしちゃいます。信号待ちで、信号待ちとか、マスクしてるじゃないですか、はい、で口の動きバレないから。あ、そうですよね。結構割とボソボソっと練習したりとか、あるあるで、あるあるです。なんかあるあるの派生なのか分かんないんですけど、え、なんか道着になんか醤油とかこぼしたりしないんですか？そう、そうですね、これはあの練習の時に着るので、ああ、え、相手の血がついたりします。よく、それはあるんですけど。そっか、鼻血とか。あ、そうですね、鼻血とか。え、落とすの大変ですね。そうです、あの吐いた必須です。そうか、はい、入って落として、はい、そう、めっちゃ今も真っ白ですもん。これ今日下ろしたてとかじゃないですもんね。そうですね、もう何度も着ている通りなので、いろんなことが。そうか、入った必須があるあるかもしれないです。あ、柔道選手、今思いつきました。入った必須、はい、あるある。そうなん、やっぱそうですね、真っ白な綺麗な状態、はい、え、ちょっとなんか汚れてたらなんか禁止みたいな、指導とかになるんですか？あ、でもそれ出れなかったり、汚れすぎてたらあまり試合の時はありますね。そうなんですね、はい。それはなんか道着着ながらご飯食べるのは NG とかあるんですか？暗黙の了解みたいな。どうなんですかね。そのお寿司とかは食べちゃダメとか。あ、いや、そうですね、脱ぎますね。やっぱね、はい、一緒ですね。私も衣装着ながらやっぱりダメダメだよっていう。そうですね、上に前掛けとかつけて、はい、食べなさいみたいな、そんな感じだと思う。私も一回衣装にチョコレートこぼしちゃったことあって、はい、すごい大変。メイクさん、メイク落としで落としたりとか、それで落ちるらしいので。試合ってもう定期的にあるじゃないですか、はい、試合の直前とかってどういうなんかこう整え方というか、精神統一というか。私結構なんかライブの前とか緊張しちゃうこととか、はい、アフレコ前とか緊張しちゃうこと多くって、どうされてるのかなと思って。そうですね、特にこれって言ったことはあまりしないんですけど、うん、何なんですかね。すごい、前日とかも結構スッと眠れたりしますか？そうですね、普段通りも、すごい、普段通り起きて試合に向かっ
って。すごい。でもよくまあ音楽を聴いて気持ちを整えたり、あとはまあちょっと目をつむっていろんなことを落ち着かせて瞑想したり、はい、瞑想したり、では次のテーマに行きたいと思います、はい、次のテーマはこちらです。ズバリ柔道の魅力とはということなんですけど、実はですね、ここでちょっとサプライズではないんですけども、重大なお知らせがありまして、なんと私伊藤彩さん、グランドスラム東京の場内解説にゲスト出演することが決まりました。本当ですか。もうやばいですよね。とんでもないことですよね。こちらグランドスラム東京はですね、2022年12月3日4日に東京体育館にて開催されるそうですが、すごいことですよね。いやでもしましょう、すごく嬉しいです。柔道家としては阿部選手も出場される大会ですもんね、はい、解説、私解説どころか今やってる技何なんでしょう、これは何なんでしょうみたいな、ね、ことにならないよう、ぜひちょっと予習じゃないんですけども、ここ見た方がいいよとか、なんか柔道の試合見る上でこうより初心者の方に楽しめるというか方法とか、柔道の魅力を、阿部選手から見た柔道の魅力とかってお聞きしてもいいですか。まあ、まずはその選手の表情だったりっていうのは、やっぱり普段と、まあ、私もそうなんですけど、普段とは違った表情だったと思うので、そういうところを注目したり、また一本を取る場面はすごく見てても分かりやすいと思うので、確かにその一本を取る場面っていうのはぜひ生で見てほしいなと。なので私も伊藤さんに一本を見せれるように本当頑張ろうと思います。キュンってきちゃった今見たい、阿部選手の一本見たい、もう見たらもう絶対一本って言いますね、はい、お願いします。痛い、めっちゃ痛い。結構アニメの声でお願いします。アニメの声で言いますね、はい、一本って言いますね、はい、結構もうアニメの中でもやっぱ一本っていうシーンたくさんあったので、いやそれ生で言えるのすごい楽しみだな、言いたいな。一本取れなかったら、はい、ごめんなさい、すみません、全然もう、ま、取れるように、技ありとかもありますよね。あ、そうです、いっぱいいっぱい応援します。はい、お願いします。楽しみだ、楽しみにしてます。楽しみです。私も場内解説を、ぜひ頑張りたいと思います、はい、では次のテーマに行きたいと思います。次のテーマはこちらです。金メダルへの思いということで、阿部選手といえばやっぱり昨年の東京オリンピックで金メダルを受賞されたということで、いかがでしたか。最後も優勝決まったってなった時。そうですね、本当に柔道を始めて間もない頃から目指していたメダルだったので、すごく嬉しくて、本当にこれは現実なのかなっていうふうに思うぐらい嬉しかったです。あ、私もその時の映像を見させていただいたんですけど、もうなんか私もなんか泣きそうになっちゃってありがとうございます。いやもう今日本当にすごい方と対談させていただいてるな。いやすごい。金メダル、生の金メダルってどんな感じなんですか。重たいですか。そうですね、すごいオリンピックのメダルは一番重たくて、今まで金メダルを持った中ですごく重たくて。そうなんだ。やっぱりその、まあ、いろんな感情の重みもあり、そのメダルの重さもあり、やっぱりこれが一番だなというふうに感じてます。素敵だ。もう私なんかもらったメダルなんて、もう幼稚園の徒競走の金メダルでしかもらったことない、花丸みたいなライオンみたいな、なんか書いてる、はい、金メダルしかもらったことないから、もう本物の金メダルってすごいんだろうな、いろんな重みが詰まってるってことですよね。さて、あっという間にお時間ということで、最後はこちらです。視聴者の皆さんへメッセージということで、阿部選手、番組をご覧になっている柔道ファンの皆さんへメッセージをお願いします。はい、番組をご覧になっている皆さん、阿部詩です。いつも応援ありがとうございます。もう一本という柔道のアニメが放送されますので、ぜひ皆さん楽しみに待っていてください。私も楽しみにしています。本日はありがとうございました。ありがとうございます。
はい、そして最後に私から私伊藤愛さんからも、メッセージを寄せていただきます、こちらの全柔連 TV さんの方ではですね、より柔道について、深くお話を聞くこともできましたし、なんといっても技を実際にかけていただいて、なんかすごかったです。私の初柔道なんですけど、今日柔道記念日になったんですけど、はい、実際にこう技をかけてみて、かけられてみて、やっぱりなんかあ、こうやって体が動くんだとか、なんか実際にもし今後またみちちゃんを演じる時に、あ、こうやってみようかなとか、今なんかすごいいろいろわーって湧き出てきましたし、いろいろ柔道のお話だったりあるあるとか、よりもう一本を楽しみになりましたね。ぜひ皆さんも、番組をご覧の皆さんも1月放送のアニメもう一本楽しみにしていてください。そして、場内解説も頑張ってきます。ぜひ応援よろしくお願いします。阿部選手も応援してます。頑張ります。一本お願いします。頑張ってください。頑張ります。というわけで、阿部選手今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。そして実はですね、今回のこのスペシャル対談はですね、ポニーキャニオンの YouTube でも別バージョンを公開予定です。皆さんぜひそちらでもご覧になってください。それではバイバーイ。ということで、いよいよオンエアが迫ってきたテレビアニメもう一本、オンエアは2023年1月からスタートです。ぜひぜひチェックしてくださいね。まあともかくさ、柔道は今日でもおしまい。高校じゃもうしんどい部活なんてやんない。彼氏作って甘酸っぱい3年間を送って、柔道もする、彼氏も作る、一本取りまくる。